こんにちは、今回はハンター×ハンターのアリーナバトルのガチャチケットを使って30連ぐらいやっていきたいなと思います。ちょっとオセロニアっぽいゲームなんでね、ちょっと続くかわかんないんですけど、まあとりあえずはやっていきたいかなっていう感じです。よし、ね、まあ微妙だ。こう SS 確定の時これがなんか虹色みたいに光ったんですよね。だから多分これは全然いけそうかも。そんな時もあ、一番最後の時まさかあっという一瞬から入ってるかもしれない。なるほどね。じゃあもう一回行きます。この時に多分色が変わるとよりいいんですよねっていう感じなんですけど、で関係ないのか意外と。ここで多分色が違わないと多分なんともならないって感じですね。リスクだ。おー、いいね。こんなのいいわ。なんか今までよくわかんないんだよね。これとこの代わりに。なんかイメージよくわかんないな。始末する。お前の全てをいただく。ミスケさんの修行は
やばいよ。折れてるね。攻撃力なんか高すぎじゃない？相手。あ、しまった。これ攻撃力って上げれるのかな、カードに。技術師の力さ、これが技術師の力さ。これが技術師の力さ、これが技術師の力さ。こんな感じでいいのかな。なんか難しいんだよな、よくわかんない。マジいいフラだな。普通のオセロだったかな。お前の全てをいただく。お前の断末魔はうるさそうだ。やっぱ最初の一手を見せてるっていうのもでかいんだよな。さっきの適当にっていうか、カードの横にあるっていうのはやっぱりあんま良くないんだなって感じですよね。
フープ。私はやられはしない。さすがにきついな。いいだろう。少し黙れ。行くぞ。こんなんでいいの？なんか、なんかよくわかんない。いいのかな、こんなんで。あとは手はず通りに。なんかただオセロ知るだけみたいになってるけど。悪くない力だ。まあよくわかんないですね。とりあえず今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。